好きになる楽を旅する楽旅。はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。さあ、本日は月に一度のお楽しみ。4月の今日はちゃんと月初にできました。6日です。今日は4月の6日土曜日、午後の6時になりました。さあ、本日は月に一度のお楽しみ、月刊楽旅通信今日ちょっと一服。本日もスタートしたいと思います。拍手全国から。全国から今。はい。声援が届きました。拍手喝采。今地球が揺れました。揺れましたか。私には静けさしか感じませんでしたけれども。ちょっと今、海外の方がこの町屋の前で、おお、今日町屋って言ったかどうかわかりませんけど、海外の方の声が結構聞こえましたこのね。町屋に反応してくださってたのは伝わりましたね。そう。やっぱりここ1週間、2週間ほど海外の方が一気に増えまし増えて、ました。この錦市場から近いこともあってですね、この京町屋の前も結構皆さん、そうなんですよ。で、立て看板にちゃんと英語も入ってますから、おー、ラクタビー、京町屋、みたいな。いいねーみたいなね。私全然英語わからないんですけど、まあ、なんとなく顔見たら雰囲気わかるじゃないですか。そうね。ね。怒ってるか、喜んでるかはわかここりま前せん通って怒ってたら怖いですね。すでに怒ってるみたいねえ、ちょっと怖いですけど。な。怒ってはいない。ね、今も海外の方がなんかこう前でわー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 言ってる声が聞こえましたね。と、あと、好評なのが、町屋のこののれんですね。あ、そうか。今ちょうどの表れん玄が関にはね、桜が満開ということでね。あれね、意外とこう、パッてこう目にして、お写真撮ってねえ、くださる方もね、いらっそうしなんゃいでますすのよ。でね。まあ、ということで今話題に上がりましたけれども、京都は今桜がいよいよ満開を迎えました。3月の29日に開花が宣言されました。京都の標本木は二条城の中にあるんですけども、今日見てきましたらもう標本木も満開でした。で、ちょうどね、その下を今日朝は舞妓さんもちょっと歩かれましてね、いい雰囲気の、そんなね、二条城でした。よろしいよろな。しかったですよ。で、実はですね、3月29日の開花ということは、これ例年からすると3日遅かったんですよ。3日遅い。遅い。で、2月頃には、このまま暖冬傾向が続くと桜が結構早咲きになるということで、当初はね、3月20日ぐらいに言って開ま花予した想がよ。出たんですけども、結局10日遅れでて、すよね。例年よりも遅くということで、で、そう昨年から比べるね。と12日遅かったんです。頼むよまあ、昨年はもう史上最速の開花ー。だっでたしのたで、もう異例ねー。中の異例でしたけども、それに比べると約2週間遅れて、まあ、例年よりも3日遅く3月29日の開花だったということで、ようやく1週間経っそうてですね。ソメイヨシノが満開で、続きまして遅咲きの紅しだれ、今五分咲き程度いいですね。やっねぱ赤みが濃いっていうのがなんとなく艶やかでね。で、お室にんなじがー。いよいよ咲き始めたということで、まあこれ一気に今日23度予想、明日また25度予想。明日がね、結構ね、上がりますか明ら日だからね、ここ夏で。日記録するんじゃないですか？25度超えますから。そうか、そうか。そとこいうでこだいとぶまで、たね、花も一気に遅散り咲きまそうですで咲いてね。くると思いますので。でもほんとね、これ、桜の開花予想って難しい難ね。しい。今年は、ほら、梅の花、うん。ものすごい早かった早じゃかっないた。ですか。でも、梅の花のペースで行くと、桜は早いと言われても、なんかもうこっちもね、あ、そうだな、暖冬だしとか思うんですけれども、本当にいざ20日頃になってから、そこからが長かったですよ長かっね。た。ちょっと気温が下がったのと、雨がものすごい寒かったことも寒ありかっましたたのもで、ん。全くつぼみが開かなかったですね。膨らみもしなもうかっ本当た。に、足踏みしまね、ししたましたね。ね。だから本当にこう直前の気候でこれだけそうです前後してよ。しまうということがよくよく分かった今わかりま年でししたたね。ね。まあなんか最近ね、こうなんでもこう AI とかでいうん。ろんなことがこうわかりそうになってますけれどねも、やっぱりね、わからないことっていうのもあるんだえ。あな。りますね。
さあ、そしてですね、今日、昨日と2日間にわたりまして、私たちは朝、はいはい、二条城に行きまして、早朝の貸切拝観ということで、はい、ある団体の皆様がね、ぐわーっと二条城に来られまして。そうそうそう、貸切なんで、はい、二条城が、まあ、本来開くのは8時45分なんですけども、はい、私たちね、集合が7時15分。7時ですよ。2日とも5時台に起きてますからね。私もで5時台に起きてる上に、もうなんならちょっと私4時台ぐらいに目が覚めて、もう不安で寝られないっていう、ね。そこから寝たら一番二度寝が危ないですからね。二度寝怖いから。せっかく起きたのに。そうですよ。だからもうほぼ4時台に起きてるってことですよ。あれなんでですかね。でもね、私は今日目覚ましをかけてた3分前に起きたんですよ。はい、すごくないですか、こう人間ってなぜ、ね、目覚ましの5分前とか、綺麗な時間に起きれるのか、あれ。そうですよね。すごい緊張感があるんでしょうね。なんかこう頭の中で、こう、緊張してるんでしょう ね。結構な確率で、うん、なんか公園に行くときとかね、うん、東京のホテルもそうなんですよ。うん、ここいるときはね、必ず5分前ぐらいに、超常現象かと思いますよね。ああ、そうですよね。なんでかわからないけど、5分前に綺麗に起きるんですよ。そう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 。私もね、もう万が一にね、寝坊してしまったらダメなので、はい、目覚まし時計とともに、うんうん、スマホのアラームをこうセットして、ダブルでスタンバイしておいたんですけど、案の定、早く起きてしまったために、もう一応ね、時間差をちょっと作っといたんですよ。はい、2つでね。はい。で、目覚ましの方はちゃんと消したんですけれども、はい、スマホの方をアラーム解除するのを忘れて。森さんはね、ちょこちょこあるんですよ。会社でもね、アラーム使う人っていますか、皆さん。普通ね、アラームって朝起きる時ぐらいですよ。はい、いやいやいや。森さんはお昼ご飯食べるアラームとか、間もなく散策に行くアラームとか、もうありとあらゆるアラーム使ってましてね。で、結局ね、アラームがね、役立てないんですよ。もうすでにね、もうせっかちさんなんで、サキ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 やりますから、アラームが鳴る前にご飯食べてるんですよ。でご飯食べ終わって歯磨きしてる時にピコ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 鳴ってね、本人いませんから切れないんですよ。私たち、森さんアラーム鳴ってるよって言うんですけど、はい、本人忘れてるんですか。そうですね。何のアラームなん。最後の砦でみたいなね。いやいや、もうご飯食べ出したらアラーム切りましょうよ。いや、今日もまたそれでね、うん、アラームを切るのを忘れて、はい、朝ごはんを食べておりましたが、やっぱりなんかだん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 ボリュームが大きくなるんですよ、うんうん、アラームのね、うん、音がね、うん、でだい大きくなってから聞くみたいな感じで、家族迷惑。いやいやいや、でスタッフ迷惑してるんですよ。いやいやいや、もうアラーム機能なしでお願いいたします。朝起きる時以外は。いやいやいやね、年には年を言ってね。ねえ、はあ、まあ、ということで今日は二条城のね、朝の特別の拝観、はい、でね、うん、よかったですね。よかったですね。静かな二条城ね、二の丸御殿、はい、貸し切りなので、本来ですと私たちね、ご案内で行くときはね、もう二の丸御殿の中は私たちは戦場と言ってるんですけどね、もうどこで場所見つけて、はいはい、ぐいぐいと食い込んで、はい、特に結構団体によってペースが違うじゃないですか。そうですね。海外の人はゆっくり行くし、修学旅行はダーッと行くしね。なんかこう、車線をね、綺麗にこう真ん中で分かれてたらいいんですけど。高速道路みたいに、追い越し車線と、通常車線でね、追い越し車線でザーッと修学旅行行ってね、で、途半車線みたいなゆっくりのところ、海外の人で、私たち真ん中のね、走行レーンで行きたいところですけどね。それぐらい本当にね、今、二条城二の丸御殿って、はい、本当に賑わってるんですけども、ね、まあ、今日はね、まだ一般の方が入られる前だったので、そう、前の時間帯でしたので、はい、うん、まあ、本当に静かに二条城を堪能できて、はい、声が響いてましたよね。響いてました。イヤホンガイドを使ってね、うんうん、皆さんに耳元でマイクでお話をしてたんですが、全くマイクいらなかったですね、あれね。一人ずつ10人ぐらいでしたもんね。わずか限定20人。そうね、で全然マイクいらなかったなと思ったんですけど、まあ、そういうね、特別の散策で、はい、まあ、お仕事でね、行かせていただいたんですけども、はい、こんないい仕事ないと思いましたね。一番私が多分楽しんでたんですよ。そうですよね。特に終わってからもまだなんか二条城に残って、そう、残ってぐるっと一周、8時45分に、はい、結構こっから行ってはダメですよってバリケード張ってたでしょ、はははは、スタッフの方が。ははなんか一時停止の、はいはいはい、通行禁止のね、はい、自動車のマークを持って、はい、これ以上先は進めませんみたいなボード持ってるのが、8時45分に、はい、皆さんこう、
インカムでね、全部連絡し合ってるんでしょうね。綺麗に8時45分なくなったんで、一番奥の、本丸の奥にある桜並木、今日私一番最初に行きました。ずっと。その手前で10分待って、スマートフォン見ながら45分になる待ってね、さーっと行ったら誰もいなかったです。すごい桜をね、あのちょうど本丸御殿の一番西側のとこですよね。あのあたりちょっと拝見させていただきまして、最高のよろしい、はい、桜散策で。ちなみに私はもうその早朝の仕事を終えたらすぐにもう次の、はい、ダブルヘッダー、ダブルヘッダーで、ね、昨日もそうですよね。そうですよ。働くね。なんで明日はないんだ。明日だったら私もゆっくりできたのに。ほんまやね、本当に昨日今日なんですよ。の、うん、二条城ご案内、はい、二条城ご案内、はい、そうダブルヘッダー、ダブルヘッダー、しかも早朝、はい、そう目覚ましがならずに起きているのに、いやね、もうね、あの最後案内から帰ってくるときはね、あのまあまあもう眠気も来てましたんで一眠りしながら帰ってまいりました、はい、ということでね、まあ桜満開、はい、今日皆さんからもいろんなこう桜のコメント、うん、ぜひねどしどし入れていただきまして、はい、例えば京都で一番あなたが好きな桜スポットとか、はいね、で今日はこの桜グルメもあります、はい、お花見団子と桜餅とありますから、はい、京都でこの桜シーズンに食べてみたいスイーツとか、おいいですね、はい、この桜にちなんだコメントをどんどん入れていただければ、はい、私読み上げませんのでおきなりや、はい、放置プレイでおきなりや。で今のアンカーどうなんですか？今ですか？ほらもう早速忘れてるでしょ。いやもう見るつもりがないんですか？呼びかけるだけ呼びかけて。そうなんですよ。わさあ皆さんのコメントですね。うん、はい。はい。お、はい、結構コメントが入ってますね。こんばんは、こんばんは。こんばんは。美味しそうということで見ていただいてますね。すごい今ね、いい香りがしてるんですよね。私たちすごいです。特にこの桜餅の葉の香りがすごいですね。香りすごい、うん。お久しぶりですという方もいらっしゃいます。お久しぶりです。はい、こんばんは、うん。森さんもお元気そうで、はい、こんばんは、はい。元気です、こんばんは。花見団子に。桜餅、はい、ハートマークが入ってます。パチパチパチ、拍手、はい、森さん、こんばんは、こんばんは。背割り包みの桜、八分咲き、ほぼほぼ見た目満開ですね。あ、まあ、八分咲きやとね、はい、本当にほぼほぼ。あれじゃないですか、この、見た目、うん、背割り包み行かれた方は、多分ね、桜を見に行ったんじゃないですね。うん、あの辺り、三線合流で、鉄橋、橋がいっぱいかかってますから、まさかのあの方ですから、多分桜を見に行ったんじゃないですよ。はい、ないですね、はい。橋を見に行ってますね、これはね。そんな気がします、はい。はい。いいお天気で絶好の花見日和でしたね。うん、あ、東京も多分ね、いいお天気だったんでしょうね。そうか、そうか。あ、今日来られてるのだ。あ、そうなんですか。なんかそういうコメントがありましたね。じゃあ、今日ね、桜お楽しみいただけたんじゃないかなと思います。今日は本当ね、昼間も、もう申し分ない。申し分ない。申し分ない。違う、はい。申し分ない。はい。まあ、ちょっとね、暖かいけれども、うん、風もね、ちょっと心地よく吹いてたので、そうですね、はい。本当気持ちよかった。今日昼間はずっとね、町屋も窓開けて、うん、あの、涼やかに仕事をしてましたんでね。町屋がね、快適な。この短い期間、ゴールデンウィーク過ぎたらもう暑くて、エアコン入りますからね、町屋。そうだね。本当にこの1ヶ月あるかないかのいい時です、今。いいですね。三色団子、うん、美味しそうです。こんばんは。私も英語ダメです。私のパートナーがいました。いや、そんな気になってもらなくて、そんな。花園まで、うん、花園ですね。花園まで JR に乗ったら大きな海外の方に囲まれてちょっと怖かったですと。はい、あ、そうか、そうか。嵐山の方行かれる。あの、今、佐賀野線。佐賀嵐山駅に行く佐賀の線がすごい混雑 で、はいはい、うん、一応 JR も増発本数増やしてるんですけど、ね、うん、はい、それでも追いつかないぐらい海外の方が嵐山に行ってまして、そうなんですか、え、嵐山ですか、嵐山ですか、嵐山嵐山ですか、そうかそうか、ね、本当にね、 JR もいっぱいでしたけどもね、はい、桜はどういうわけか癒されますね。癒されますね、本当に。はい、こんばんは。靖国神社も満開の桜で、すごい人でした。あ、そうか、そうか。今年、桜が散るときに花びらではなく、うん、お花が五分の五枚の花弁をつけたまま散っている気がします。あ、パラッと一気に落ちることかな。お、
東京だけかなって書いてます。でもちょっとね、うん、やっぱ今年その先始めのね、うん、ペースがちょっとこう例年より乱れた感じがあるので、はい、なんとなくね、うん、私の感じではね、あのソメイヨシノなんかはね、はい、すごくなんかこう個体差があるような気がします。専門家ですか、うん、お一方お一方と向き合ってるんです確かに、はい、咲いてるやつとちょっと全然咲いてないやつと、全然のやつがありますよ ね、うん、なんか仕事してる人と仕事してない人がいるみたいな、ね、有給取ってるのかもしれないけどね半休かもしれません。ちょっと半日が遅れたら半休ですから。そう、まあね、そういう桜もあるのかもしれないけど、ね、お休みしてる、なんかね、うんうん、すごくちょっとね、その、あの、差があるのが ね、うん、気にはなりますので、はい、おっしゃる通りね、ちょっとこう、花の散り方がっていうのも、ね、もしかしたらね、あるかもしれない。昨日、哲学の道と丸山公園行きましたと、はい、海外の方でいっぱいでしたと。うん、はぁ、ね、本当に間違いない。哲学の道とか、私しばらくピークに行ってないんですけど、はい、疎水に落ちそうになりませんか、人が多かったら。あれ結構あのみんな川べりの石畳の方とあの外側にちゃんと道があるじゃないですか。でもあっちの方はちょっと雨降るとぬかるむので、川沿いのあのかつての市電の敷石のところをね行くと、あれ一本なのでお互いから来るとどっちが避けるみたいなね。私結構が最後まで頑張る方なんですけど、でもちょっとねお年を召した方だったらもうスッと、ね、何ここでいい人アピールしてるんですか。そうですよ。いやーでもね、哲学の道もあの昨日ね、はい、あの行ったという方にあの今日お会いしたんですけど、はい、もうすごい綺麗でしたっておっしゃってました、ね、もう満開ですね、うん、はい、平安神宮からインクライン、うん、山科毘沙門堂から大石神社を回ってきました。まあまあな、すごい、インクラインから山科毘沙門堂まで全部歩いたのかな。さすがそれは移動しはったのかな。二駅、地下鉄乗ったかな、はいはい、ね、まあ、歩いたらこれ東海道ですけどね。いいですね。でもね、八分咲き、うん、もう八分咲いてればね、うん、こう見た目満開ですから。そうそう、なんかね、あの、まあ、個人の好みもあると思うんですがね、はい、私ね、あのやっぱりこうまだちょっとつぼみがあって、うん、お花も咲いてるっていうぐらい好きなので、うん、なんか今日は評論家っぽいトーク多いですねいやもうそりゃ、はい、桜評論家ですので散りますか、いつか。まもなく散りますか。今満開ですか。ま、うん、もなく散りますよ。いや1週間持ちませんよ。はい、アラームについてきません。なんでアラームを設定したということが、はい、トリガーになって行動できるんでしょうね。さすがです。いや、褒めなくていいですよ。また調子に乗りますから。ありがとうございます。そうですよ。もうやっぱりアラームをかけてるっていうことが ね、大事なんですよ。より行動をね、前に前に。そう、はい、うん、周りははた迷惑ですよ。アラームがなってから行動するのはやっぱり私としてはね、うん、こうダメなんですよ。私アラーム側に立つとかわいそうですよ、はい、せっかく森さんにお知らせしようとしても、はい、もう動いてるんですから、はい、しかも、はい、もう悲しげに私あのアラーム聞こえますよって。いや、ね、旅番組で見たのですが、蹴上げの方で坂を上がっていく場所で、はい、下に南禅寺が見えるところってどこでしょうか、うん、素敵なところでした。わかりました、疎水沿いですよ多分。蹴上げの疎水のあの分水で、うん、インクラインにこうインクラインからね、うん、水路閣に向かって山のふもと歩くじゃないですか、うん、あの辺じゃないですか。え、わかりません。え、どこですか。あの蹴上げの発電所の取水口があるじゃないですか、うん、はいはい、あります、あります。男前の銅像、田辺桜、はい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 、あそこから南禅寺に抜ける、はい、あ、はいはいはい、あの辺だと多分下に塔頭寺院とかね、うん、別荘庭園が見えるので、はいはいはい、見えますね、うん、多分あの最終水路閣の上に多分、そう、ね、多分そうじゃないかな。蹴上げの方で坂を上がっていく、坂がどこの坂だろう。でも南禅寺が見えるということはそっちの方面に行かないとね、日向かいの方行くとちょっと難しいですもんね。あ、でもいいとこですね。お団子美味しそうです、うん、まだ食べてませんいい香りがね、香りがすごい、香りがすごいの、はい、東京はひんやりどんよりでしたと、うん、お、そうなんだ。ちょっとお天気が違ったんですね、京都とはね。なるほどね、うん、あ、今日は哲学の道、昨日は川端の包みを散策しました、うん、おとついは植物園と毎日桜を見に行きました。すごい、かなり満喫していますと。満喫じゃないですか。いいですね、うん、
で花をつけたまま散るのは、うん、スズメなどの鳥が花を食べたりするときに落ちてしまうと聞いたことがあります。うん、やっぱ5枚とかポッと落ちるのはそういうのがあるんですね。なるほどね。うん、東京、うん、1日で満開になりました。うわそっか。で、みんなイベントの期間延長しているようですと。なるほどね。多分3月までに、桜祭りみたいなものね、特に東京って毎年、うん、もう3月の中旬に開花して、うんはい、待つにはもうないっていうのが多かったじゃないですか。はいはい、もう急ぎ多分4月にも桜があるということは、イベントを全部延長しないと、ね。ちょっともう明日ぐらいまでしとかないと、ね、しとかないということですよね。はい、うん。東京は曇り空、写真映えが今日は難しかったですということですね。うん、そうかそうか。大阪の方。はい。大阪造幣局、桜の通り抜けはまだまだこれからでした。そうか、結構あそこは八重系の桜が多いので、うんうんうん、ちょっと遅咲きなんですよ。はい。はい、お、平方 JT っていうコメントが入ってるんですが、うん、どういうことだろう。平方 JT? ジャンクション？あ、ってどこのことですか？わからないです。平方ジャンクション？ジャンクション？違うな、ジャンクションは C だから。JT、なんだなんだ。ちょっとヒントください。平方 JT でも通り抜けやってるそうです。うん、JT の工場があるの？あ、そういうことですかね。かすあの日本タバコのってことですか。うん、へ、途中からですが、こんばんはっていう。こんばんは。ね、はい。あ、またアラーム系来ました。もういいんですけどね、アラーム系は。私、アラームは森さん派です。ほら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 。何でもいっぱいかけます。何でもいっぱいかけます。すいません、笑い笑いって書いてる。アラームみんな結構使う人いるんですね。1個だけですか、その。あのタイマーセットしたはったのは、あの起きる私、はい、3段階。あ、3段階。iPhone なんでこう3つ入るじゃないですか。はいはいはい、あの3つともで5分ごとに、ね。ああ、これ何番目で起きてるんですか。今回はだから5分前に起きたので、はい、結局いらないじゃない。いらなかったんですよ。普通でしょそれは。いやいや、で私はすぐ消しましたからね。消されてるじゃないですか。消しましたからね。うん、普段はちゃんと音で起きて、消してたらいいんだ。うん、そう、消したらいいんですよ、はい、もう行動してるんだから、はいはい、アラームが悲しげに聞こえますから。そういうことね、はい、あ、ウェスティンホテルに泊まった時も南禅寺が下の方に見えましたと。あ、ね、渦政天神川も満開でしたよ。あそこすごい。あそこすごい、ね、車で通るとすごいとこですね。すごい、皆さんこんばんは。南禅寺が見える場所は南禅院のところに出る疎水です。テレビで見てました。やっぱりそうだ。同じテレビを、ねね、ご覧になってた。ありがとうございます。はい、そうかそうか、ね、はい。ですので、あれやね、岩子ページがじゃあ、上げのね、いや、水路閣の上に上がっていって、ね、そのまま川の流れに逆流するみたいな感じで歩いていくんですよね。そうですね。水路閣から。ああ、いいと思いますね、あの辺ね。あそこいいですよね。うん。今年は桜が長く楽しめそうですね、ということでね。はい、ね、あ、平方 JT はそうですっていうコメントが入りましたので、はい、JT の多分、そういうのがあるんですね。そうなんだ。今日1日、京都の桜を満喫させていただきました。はい、これから新幹線に乗って帰ります。途中ですが、失礼いたしますということで、いやいや、気をつけて帰ってください。ありがとうございます。関東の東京の方ですね。そうなんですね。すごい。わー。こんばんは。枚方でカントリーのゴルフ場の桜も綺麗でしたよ。へー。いいですね。いいですね。ゴルフしながら桜が見れるんですか。ね、しかもこうあのグリーンね、緑がこう広がってるところに、ね、桜が彩りを添えていいですね。いいですよね。うん、なんか JT は日本タバコですということで、あ、そういうとこあるんですね。いいですね。ということで、もうコメントが今どんどん来てまして、あらら、はい、皆さん桜なので、ね、欅、ね、発電所のそばに桜が見られるカフェもありますよと。あら、素敵。いいですねこれ。欅発電所近く。西側かな？違うかな？わからない。そこだろう。あれかな？わ、うん、からない。まあでもこれいい、いいとこですね。いいですよね。いいですね。手上げ発電所のそばですから、いいね、うん、もう本当にあのインクラインがずっと見えますからね。素敵なとこですね。はい。さあ、それではですね、うん、今日は桜、もう、この後もどんどんね、桜入れてください。はい。私のお気に入り京都の桜。はい。ナンバー10とか。10番目。考えるだけでも疲れます ね、 そうですね。10番目どこだろうってことは、1から9決めないといけませんから。そう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 。はい。はい、じゃあ行きましょうか。行きましょうか。はい。4月の、はい、ありますか？前回3月の中旬にやりましたから、ね、3週間ない、2週間ぐらいで、ない、18日ぐらいにやりましたよ。ですよね。だから、はい、
森さんがサボったんで。違いますよ。私はもういつでも OK ですよ。そうでしたかね。言うてたのに、はい、都合がつかない方がいらっしゃったから。わかりました。ちょっと3月が遅くなりましたけど、ね、今月はほぼほぼ月初に配信という、そうですね、はい、ことでね、お届けしていますが、まあ、皆さんにこの京都の魅力をお届けする情報番組でございますので。もう完全にもお笑いしかなかったですよ。一個も情報入ってなかったですよ。そうですか、はい、はい、情報番組でございますから、はい、皆さんにね、旬の話題を届けていきたいと思います。旬の笑いを今言いませんでした旬の笑いを届けましょうって言いませんでした旬の笑いって何ですか、え、今最新でしょ、最新の笑い、はい、最新の笑い旬の話題、あ、話題ですか、話題です、笑いかと思いました、はい、滑舌が良くないんじゃないですか、そうですよね、なんか疲れかなダブルヘッダーを2本で、もうね、うん、業務の明日は、明日は休みです、あ、なんだいいじゃないですか明日は、私は明日結構ストレス、はい、うん、ストレスというか甘いでしょ緊張感がある明日を愛する方、あのストレスだそうですので、緊張感がある公演なんですよ、誰でしょうね、明日を愛する方、はい、ストレスだそうですよ、私の表情見てください、はい、あら、そうなんですか、そうなんですよ、結構緊張感のあるね、明日公演、はい、そうなんですね、はい、じゃあちょっと緊張してください、はい、はい、では最初の話題ですね、はい、こちらもね、あの桜にちなんだ話題をご用意いたしました、はい、先ほどですね、うん、植物園行ってね、今日新幹線で帰りますっていう方ね、はい、いらっしゃいましたけど、うん、最初の話題こちらですね、どん、3月29日の京都新聞なんですけれども、京都府立植物園の桜186品種、もうお笑いはここはいいですよ、はい、これがね、ナショナルコレクションっていうものに認定されたというニュースが京都新聞で掲載されました、今全くわかりません、全くわからないですね、うん、ちょっとナショナルコレクションが何か、はい、そうですね、まずナショナルコレクション、パリコレならは知ってますけどわかるんですか、パリコレクションならわかりますよ、わかるんだ、いやいや、も出たことありますから、あれですか、はい、歩いたことありますから、え、何あれですか、はい、消毒機械、そう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 いやいや、まずね、このナショナルコレクションとは何ぞや、ね、ということなんですけども、はい、これはね、日本、はい、パナソニックの前ナショナルだったので、はい、家電製品が並んでいる、あ、それもいいですよね、うん、はい、我が家もナショナルファンでしたから、はい、それもいいかなと思うんですが、それはちょっと置いておきましょう、はいはい、これね、日本植物園協会が、はい、まあ、認定されている制度なんですけれども、うん、日本で栽培されている貴重な植物を守り後世に伝えることを目的に、開始した制度ということで、野生種栽培種に関わらず、うん、日本で栽培されている、まあ、貴重な植物、植物、これをね、まあ、認定していくことによって、はい、後世に伝えていこうという制度なんですよ、うん、で、驚くべきはこの、そうですね、こんなに種類、そうなんですよ、府立植物園の中にあるんですか、あるんですよ、しかもね、府立植物園全体には、うん、200品種、うん、200の品種があるんですよ。何がですか、桜、桜。で、そのうちの186を絞り込んで、これ。そうです、そうです。特に、まあ、古い時代から、咲いている品種を絞り込んで、186品種を申請して、認定されたということなので、それ以外にも、200種を超える、はい。そうです、そうです。あるということなんですよ。桜ってそもそもそんなに種類があるわけですね。うん、そう。なんか、平野神社でも、うん、60種400本とか500本って60種類ですごいと思ってたんですよ、ほぼ日本の全部があるんじゃないかと思ってたら、まだまだ、まだまだ、まだまだ、いや、ただね、私、まあ、桜、ま、何ですか今日は、評論家ですか本当に、ま、こう言っちゃなんですけどね、うん、何を言ってません、こう言っちゃ、いやいや、ちょっと最初に前を聞かせていただきますけども、はいはい、この認定ですね、今年認定、はい、春に認定されましたけど、はい、なんならね、4年ぐらい前から府立植物園の桜の品種はすごい多いなっていうのは漠然と思っておりました、漠然と数えたことはないので、はい、どれぐらいかっていうのはね、漠然ぐらいだったらみんな思ってると思いますよ
そんなんでよければ。あら、うん、そうですか。桜評論家じゃなくても。なくても漠然とみんな、あ、種類があるな、とは分かってると思う。いやいや、しかも、うん、こう、ちょっと珍しいタイプのね、桜もあるなっていうのは感じてました。なんか知られてるなとか、みんな気づいてると思いますよ、漠然と。いやいやいや、それが、まあ、公に、はい、認定されたということですので、やっぱりすごいんですよ。というかね、これ誰が覚えてるんですか、これ。植物園の係の方はやっぱりパッと見て186品種全部わかるのかな、うん、そこまではなかなか難しいですよね。難しいですね。ね、まあ、ちょっと名札ついてるからね。うん、で私、186のお寺の写真見せてもらったら、186カ字全部わかると思いますよ。そうですね。あの、入り口のね、あの、門だけとかでも、ね、分かるとか、なんか一部だけでも結構こいらっしゃるかも、だから。いらっしゃると思いますよ。うん。うん、でですね、このね、そもそも府立植物園ってね、うん、本当にあの、今年ですね、はい、これ、京都検定的に大事な話、はい、言いますよ、はい。今年、京都府立植物園は、うん、開園から100周年を迎えました。漠然ですか、今の。いやいや、これもう、これ京都検定的に覚えること。きっちり100ですか、はい、きっちり100です。漠然と100ですか、きっちりと100ですよ。大正13年、1924年の1月1日に開園してますので、今年、ジャスト100周年なんですよ。で、まあ、公立の植物園としてはね、本当にこの100周年ってものすごく ね長いですよね。で、その公立の植物園の中では、もうトップクラスのね、まあ、桜に限らない、うん、あの品種をこう育てておられて、うん、栽培技術がすごく高い。そういうことか。やっぱりこう珍しい種類ということは、そうそうそう、なかなかこう枯れたり、うん、品種をつなぐことが難しい。難しい。挿し木をしたり、うん、多分ね、いろいろあると思いますね。はい。で、そのやっぱり栽培技術がものすごく高いということと、うん、まあその中でも貴重な品種をね、こう多く育てておられるっていうところで、はい。これがまあ評価されたということですので、ね。ま、これだけの種類があるということにちょっと今日びっくりしましたけどね。そうですよね。あの、桜のエリアはね、うん、京都植物園のあの、北側の、はい、あの、北山のね、中らぎの森のあたりの手前ね、はい、あの、ちょうど、温室の北あたりですね。そうです ね。と、カフェがありますよね。カフェがね。はい。あの、カフェのちょっと裏側ぐらいが、ものすごいいろんな種類のね、はい、桜が、あの、集まっているエリアになりますので、はい、ぜひね、まだまだこれから、作品種ももちろん ね多くありますので、ぜひね、訪問していただけたらと思います。ね、植物園の桜好きです、うん。はい。ということがありましたね。あ、そうですよね。はい。うん、ナショナルは昭和、今はパナソニック。あ、そうですね。ね、昭和の頃はナショナルでしたもんね。うん、ナショナルでしたよね。はい、明るいナショナルね。はい。切り花でもいろいろな桜がお花屋さんにありますねということで、あ、切り花でもやっぱあるんですね。そうですよね。200種類も京都府立植物園には桜の種類があるんですね。やっぱり皆さんちょっと驚きですね。驚きですよね。以前植物園の年間会員でした。あ、大好きです。なるほど、なるほど。そういうのもあるんですね。あ、いいですね。でね、すごい新着ニュースが入ってましてね、はいはい、私事ですが、はい、5月より、はい、お江戸に参勤交代しますということで、お愛嬌家さんが。あら参勤交代、はい、あら今ここで発表されてます。今なんか新着ニュースで、あの、あら参勤交代で、お江戸に行かれるそうですよ。あらららら。あら、はいはい、あらで、それに反応したコメントが入ってまして、はい、もう、愛嬌家さんのツアー、うん、京都で行けないんですかっていう。あら、そういうやりとり。あ、愛嬌家さんが、ね、ガイドもされてるので、そうそうそう、あ、お江戸の方でされるんじゃないですか、ね、じゃあ。お江戸の方で橋あるんじゃないですか。ああ、うん。でも、お江戸の方行かれたら、うん、まあ今はね、やっぱりこう西日本とかのこう橋とかをね、うん、ご覧になってるのかもしれないけど、また、ね、東日本の方のね、橋とかも行かれるのかしら。あら。お江戸に行く、それに対して、はい、マジですかっていう。すごいですね。あの、コメントにコメントが、なかなかこれも、桜の話題、そっちのけで、はい。あ、そうですか。ちょっと、今日のこのニュースに ね入れといたらよかったですね。愛嬌家さん、お江戸へ、みたいなね。あ、今日は午後から高尾に行ってきました。うん、はい。桜の数は少ないですが、満開でとても綺麗でした。うん、ね、いいですね。山あいの里は結構そういう意味ではいいかもしれませんね。そうですよね。はい、山桜なんかがね、あるのかもしれない。中良木の道、しだれ桜、綺麗ですね。はい。
ということで、でまた、うん、こっちの話題でいくと、お江戸の橋よろしくってコメントが入りました。あらららららら、ら、うん、あれじゃないですか。じゃあまたお江戸で、お江戸でなんかできそうですね。うん、はい、できそうですね。はい、いや行きますよ私も、はい、じゃあ。おお。いやでもこれすごいですね。すごいですね。本当さすが。確かに186あって、うん、栽培が多分、うん、桜ってこう種がないやつもあるじゃないですか。そうですね。だからまあソメイヨシノもそうですけど。うん、こう挿し木とか接ぎ木でどんどん増やしていきますから、はいはい、相当やっぱり品種としてなかなか残しにくいやつもあると思いますので、はいはい、ちょっと一回これ行くと全部わかるんですかね、品種、あの植物園、名札ついてます、ついてますか、はい、ついてますよ、うん、はい、じゃあ全部覚えましょうどれが検定出るかわかりませんから、わからない、わからない、わからない、ね、見てみたいですよね、はい、ありがとうございました。で、あの桜の他にもね、本当にね、あのこれからの季節、うん、あのバラとかもすごい種類が多い、花勝負が好きですね。お、あそこちょっとこう、はいはいはい、流れる自然の川みたいなのがあってね、うん、あやめかきつばたとか、うん、はい、あの辺もいっぱいありますので、うん、はい、ちょうど初夏のちょっとお客さんが少なくなった時に、うん、はい、で心地よい風が吹くね、5月6月あたりが結構好きですね、はいはい、いいです ね, ね、はい、あの普通のね、例えばチューリップとかね、はい、あの いろんなこう園芸品種のね、はい、花でもね、あの世界的なそういう、お花の、この種のね、はい、品評会、うん、こういうなのでね、金賞を取るようなね、種なんかは、もう限られたとこしか、その、配布されないんですよ。はいはいはい、で、この、府立植物園は栽培技術が高いっていうところで、あの、そういう品評会で金賞を取るような種を譲られる、うん、ね。はい。で、それを育てられるぐらいの技術があるので ね、本当にあの、他のお花も含めて、はい、すごくあの、手入れも綺麗ですし、うん、あの、ぜひね、行っていただきたいと。はい、思います。もう今コメントが大京花さんのコメントで荒れてましてね、はい、大丈夫です、単身赴任なので会社規定で月に2回も帰省できますと、うん、また大阪のお仕事でも出張ありますから、はいはい、ツアーやりますよと、ああそうなんですね、はい、隅田川の橋巡りとかやってほしい、はいはい、もう要望が来てますね、もうそうか、本当に参勤交代なんですね、はい、と、はい、ということでね、でまた戻りまして、はい、バラも勝負もボタンも楽しめます、うん、確か、はい、こんにゃくの花も話題でしたね、こんにゃく、あ、そういうのがあるんですね、以前ゼスト池の地下街に桜を2000本生けたことがあります、はいはい、切り花用の慶応桜という品種を2000本地下街に飾った、そうですよ、行けた、そういうのもあるんですね、ぜひ見てみたいね、2000本というと、ね、すごいよね、すごいですもんね、もう今すごいあれですね、情報が大渋滞してますね、はいはい、大渋滞、はい、はいはい、まあ、でもあのどんどん入れていっていただけたらと思います、はい、います、はいはい、では続いての話題ですね、こちらです、これちょっとびっくりされた方もねいらっしゃるかもしれないです、はい、どん、はい、4月1日から、もうなってますね。はい、もうね、なってますけれども、あの、京都タワーが、ネーミングライツによりまして、うん、お名前が、ニデック京都タワーと変わりました。はい。ニデック。はい。会社名ですね。ニデック、会社名です。はい。はい、あの、日本電産っていうね、会社名の方が、もしかしたら聞き覚えがある方が、ね、多いかもしれないですけども。もしかしなくても聞き覚えがあると思いますよ。もう、なった、変わったばっかりですからね、そうそう、まだね。1年前、ね。1年前ぐらいですもんね。はい。1年前に、うん、あの、日本電産さんが、あの、ニデックという、ねね、社名に変更されたんですけど、まあ。ワールドワイドで世界に通用する名前ということなんでしょうね。うん、はい。で、あの、ネーミングライツで、この京都タワーのね、方にお名前付けられましたので、うん、これから約5年間だったかな、期間は、とりあえず決められてる期間は5年間なんですけど、5年間は、京都タワーではなく、はい、ニデック京都タワーで行くんですね。ね、はい。これ、うん、私たちも手挙げましょうか。何、うん、ですか、ネーミングライツどっか。いや、挙げてくださいよ。ね、もうぜひぜひ。鴨川に、楽旅鴨川とか、さ、公共のものにはつかないか。あのね、うん、これネーミングライツでお名前つける場合は、はい、これね、ニデック京都タワーってね、うん、これあのほら、まあ、京都タワーってガイドブックとかに必ず載るじゃないですか。ありますね。うん、で、京都タワーだったら、あの、後ろにガイドブックってあの作品があるじゃないですか、あいうえお順の、はい。で、京都タワーだったら、ね、絶対キーに載ってるんですけど、うんうん、ニデックになると2に載りますのでね、これちょっとね、結構大きな。楽旅ダメですよ。後ろの方になってますよ、全部ほぼ。ラーですから。
前の方がいいかも。今日、京都。地下鉄楽旅線とか。え？カラスマをやめて楽旅線とかね。楽旅線？いやいや、いいですけど。どこに行くか全然わかりませんね、これね。いやでも、楽旅ネーミングライツしてほしい。ネーミングライツで作品の順番も変わってしまうわけですね。うん、そう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 。京都タワーニデックではないんですね、そしたらね。ニデック京都タワーですので、あの作品調べるときはね、ニで調べないとダメですよ。うわ、これ難しい。うん、結構両方載ってるんちゃいます？そうやね。京都タワー、カッコ、ニデック、京都タワー。そうやね。特に初めの方はね、まさかニデックに変わってるってこう思わない方はね、そう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 、2は調べられないから。ね、うん。うん、わ、すごいこれ。でもそういう意味では、企業としては、結構ネーミングライツで、そういうガイドブックにも名前が載ってくるいうことなんで。特にやっぱり京都タワーっていうとね、本当に京都の玄関口でね、はい、うん、皆さんをお迎えする。まあ、すごいでも。ネーミングライツのやっぱ費用かかるんでしょうね。まあでも企業にとっては広報宣伝の一環ということなんでね。で、その施設を、うん、はい、まあ、その資金も持って、はい、うん、改修工事をしたり、はい、綺麗にしていくことでしょ。そうです、そうです。ね、なんかこの間ネットで、地下に大浴場があったじゃないですか、はい、あれが復活するんじゃないかとかね、はい、今ネット民湧いてますからね、はい、お湯が湧いてるんちゃいますよ、期待はね、お湯は湧いてないんですけどね、は湧いてない、はい、話題が湧いてます、うん、そうです、そうです。なんで4月1日には、うん、この変わった日にはね、ニデックの、まあ、コーポレートカラー、会社のイメージカラーである、はい、緑色に点灯されたそうですよ、はい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 、ご覧になりました？見ました。え、見ました？見ました。本当に？はい。私、毎日、はいはいはい。見てるんですよ。はい。で、最近は青が2日続きました。うん、あ、そうですか。はい。はい。4月1日はね、緑色だったそうで。はい、クリスマスの時は2色ですよ。カラー。緑と赤と。ああ、はい。これあれですね、楽旅カラーにしてくださいって言ったら、赤と白とかになるんですかね。いけますよ。10万円で。10万円、はい、一晩、はい、1時間だったかな、10万円でいけますから。あら、はい、ラクタビカラーで、はい、ラクタビカラーで、みたいな、あら、はい、素敵ですね。クラウドファンディングしましょう。頼るんですか、ね、皆さんのために払おうっていう気はないんですか。あります。はい、何ですか今度、誰か、こんにゃくの花、うん、ちょっとまだ尾を引いてますが、前回ね、はいはいはい、とんでもなく臭い花ですよね、もうあれはちょっと、てんてんてんて、あ、そんななんかちょっと変わった匂いのするお花が咲くんですかね。で、昨日ライトアップされている丸山公園のしだれ桜見てきました。圧巻でした。あらー、いいです ね。で、今度違うライトアップで、タワー、はい、ライトアップとか変わるのかな、とか。うん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 。1級だとフルネームで書かないとアウトなんですよ。ニデック。ニデック。京都タワーと。ネーミングライツっていくらくらいかかるんでしょうね。千葉や埼玉で最近歩道橋の名前がついているのをよく見ますと。歩道橋？あ、でも京都の地下鉄も、うん、四条とか五条の駅の看板の下に、はいはい、企業名が結構なんとか前って入ってます、入ってますよね。バスでも、うん、アナウンスで、なんとか前って、はい、全然バス停の名前ではなくて、うん、なんとかに行かれる方はここから徒歩1分とかね、はいはいはい、あれも多分全部、ね。いや、そしたら、地下鉄の四条駅と阪急の烏丸駅に、楽旅本社。いやいや、一番行かれる方。高いとこですよ。いやいや、両方に、平等に、楽旅はこちらで下車です、みたいな。クラウドファンディングしましょう。で頼るんですか。ね、皆さんもそういう放送聞きたいよね。ファンディング行きましょうよ。いや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 。ね、まあ、もう歩道橋にもつくんですね、今。だからこの歩道橋につくということは、うん、市町村が、うん、とか国が募集してるんでしょうね。そういうことなんですかね。ね、まあ、維持管理費かかりますからね。はいはい、おー、はい、あ、地元の球場もネーミングライツしていますと。うん、え、地下のお風呂、今ないんですか、知らなかったで。もうないんですよ。だいぶ前の話ですよ。2年 ?3 年?3 年ぐらい前かな。コロナで。コロナきっかけですね、おそらく。確かね、このライブ配信でもね、うん、お風呂なくなりましたっていうことをね、お届けしました。2日はブルーでしたと、ライトアップが。あらら、ね、すごい。ネーミングライツ契約額は公表されていませんね。うん、すごい金額なんでしょうと。大阪市では、普通歩道橋は30万で、好きな名前が付けられますと。え、意外と?1年意外との多分でも期間はあるでしょうね。1年とか3年とか。え、
楽旅なんかどこか。いや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 、クラウドファンディング何回しないといけないですか。なんでそんなみんなに頼るんですか。森さんにしますか、クラウドファンディングを。え、私に、が出してくれるんだろ。私が森さんにクラウドファンディング発表しますから、うん、はい、給与天引きで。千葉のある大学は、うんうん、あ、千葉のある大学ね、はいはいはい、千葉のある大学は大学の費用で歩道橋とエレベーターを設置して話題になりましたと、はい、うん、あ、やっぱりこの学生のためにそういうのを設置したりするんですね、はいはいはい、いろいろあるもんですね。あるんですね。でもちょっとこれはね、皆さんにも馴染みの観光スポットでもあり、うん、やっぱシンボルなので、うんうん、結構衝撃、衝撃というか、あの、うん、というちょっと ね、ちょっと驚きはありましたね。まあ、これからね、あの、徐々にきっと馴染んでいくと思いますので、ね、ニデック京都タワー、ね、この名前を皆さんもね、覚えておいていただけたらと思います。はい、京都検定は、はい、ニデック京都タワーが正解ですか？正解ですよ。はい。楽旅京都タワーじゃないからね。はい、4択の中にあったら面白いですね。ほんまですね。ニデック京都タワーか楽旅京都タワー、八坂京都タワーとか、ね、ね、ほんまや、大丸京都タワー、はい、選ぶみたいなんでね、はい、全部違ったらどうするんですか。正解がないみたいな。なるほど、ニデック京都タワーで、はい、はい、じゃあ次行きましょう。はい、行きましょう。では続いてこちらですね。ドン、はい、これね、あの、現在、祇園甲部歌舞伎町の方で都踊り開催されてますが、はい、実はね、舞妓さん、ピンク回ってます、今。ね、もう、てんやわんやで。てんやわんや。てんやわんや。森さん、ちょいちょい言葉が、ね、いいですよ。昭和的ですよ。てんやわんや。てんやわんや。ですけれども、にぎわってます。本当ににぎわってますよ。にぎわってますよ。うん、この間も私、ちょっとにぎわってましたけど。してもなんもしてないですよ。にぎわってますよ。へぇ、みたいな、はい、うん、感じだったんでね。にぎわってますけれども、はい、この、あの、祇園後部歌舞練場に、はい、あの、こう隣接するお庭が、はい、うん、あの、綺麗にね、修復で蘇ったそうなんですよ。どっちのお庭だろう、八坂クラブの、八坂クラブの、はいはい、ちょうどあの待合のところ出たところですね。そう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 、そうですね、はい、で、普段はね、非公開になってるんですけども、うんうん、この祇園、都踊りの、違いますよ。気が早いですよ、ちょっと。ね、もう、こんちきちんがこっちの耳、うん、右の耳でなってましたけれども、都踊りの期間中、どっちの耳？右の耳。なんで？左じゃないの？かっきゅ山がこっちだから。こっち見たら左なんですよ。違う違う、かっきゅ山のなんかこっちのほら、鉾町がこっちだからですよ。そもそもお林ないですけど。いやいやいや、もう、あの、鉾町の方から今聞こえてきてたんですけれども、ね、まだそれはちょっと早い。はい、で、4月のね、30日までの間は、あの、都踊り行われていますが、うん、はい、お茶席をご利用された方はね、はい、この新しくなったお庭を、茶券付きの一等観覧席ですね、はい、ですね、はい、ということですのでね、ぜひ、これは。お、これ行きますよ、私たち。行くんですか？ 4 月14日。え？いや、あなたがチケットを取りに行ってくれたじゃないですか。はい。はい。お知らせは。あ、これ？はい。あ、これか。はい。じゃん。報告会みたいになってますよ。はい、4月14日ですね。はい。都踊り、うん、ぜひ皆さん一緒に行きましょう。これ、お茶券付きの一等観覧席。お庭もね、見られますよ。ね、しかも、はい、お茶屋さんの増梅さんから、ね、はい、ちょっと入手しましたチケットですから、はい、いいお席、はい。いいお席。いいお席なので、ね、ぜひぜひ、はい、ご参加いただきたいと思います。まだ、はい、あの、空きがありますのでね。はい。はい、ぜひね、お電話ください。ちょうどまだあと1週間ありますね。4月の14日なので、はいはい、ちょうど舞妓さんも踊り慣れてきたぐらいで、はい、やっぱり踊り慣れてもらわないと。そうです ね、ちょっと初めの方はね、だいたい3巡目4巡目ぐらいになると思いますから。あー、はい、そうかそうか、そろそろもう、はい、熟練の域に達する舞が見れると思いますからね。はい、はい、ぜひね、お申し込みお待ちしております。都、はい、踊りはよーいやーさーっていうね、あの、絶対出ないな、あのさーがね。もっと高いですもんね、あれ。あ、なんかあれ、結構印象残りますよね。はいはい、残ります、残ります。はい。で、そのね、あの、よーいやさーでも、皆さんがさーっとこう出てこられるね。うん、ね、華やかさ。はい、ね。あの、ブルーのね、着物が私好きですね。1ヶ月公演でも、やっぱほぼボロボロになるらしいですね。そうなんですか？うん。
やっぱ毎年新調されてますよ。そうそう、毎年であれ新調されてるんですよね。やっぱあんだけ前を待って使うと、うん、だいぶやっぱり大きいものが傷むそうですよ。まあそれぐらいのね、まあそうかそうか、はい、回数重ねてますから ね、踊りをね、すごいと思いますね。ね、はい、ぜひぜひ一緒に行きましょう。はい、さあ皆さんからのコメントでいきますと、うん、はい、去年楽旅さんで都踊り初体験しましたと、はい、水色の着物、はい、かわいい舞妓さんたちでしたということで、はい、素敵ですよね、よいやさなんですねって書いてくれてます。そう、ぜひこのね、よいやさは一回聞いてほしいね、うん、現場で聞いてほし い、ね、聞いてほしい。今の若村さんの声じゃないあの生のよいやさを聞いてほしい ね、ちょっともう似て非なるものですね、うん、よいやさいやでもすごいね、あれはなんか本当に、ね、始まるっていうね、でパーッとこうなんかね、どんちょうが上がったり、さーっとこう両側から出てこられますからね、うん、これはね、今若干ちょっとモノマネ調でしたけれども、うん、まあちょっとやっぱりね、それはもう本家の美しい声を聞いて、はい、あのこう舞台全体のね、このこう2つの花道からこうね、入ってこられる ね、すごいですよ、あれもいいですよ ね、最高です、うん、ぜひぜひ京都の春をね楽しみましょう、はい、はい、さあじゃあ続いての話題っていいですか、はい、いいですよ、はい、ではこちらです、ドン、はい、まあまあありますね、おお、いよいよ、ね、もう2週間でしたけど、いやもうね、血眼になって情報を集めてますよ。じゃあもうどうでもいい情報がいっぱい集まったということですかそれは違う、もうね、何かないか何かないかっていうこと、メモして、そうですか、はい、情報番組ですから、あのお笑い番組でしたねってコメントありましたよ。あ、そうですか、はい、忘れてましたと、違います、JH、情報番組だったんですね、 JH ですよ、はい、情報番組、わかりました、はい、こちらですね、はい、いよいよこれも楽しみですね、4月の13日から、はいはい、5月の26日雪舟伝説、はい、京都国立博物館巡回なし京都だけ、これなんでだろうね。最近、東京、うん、京都、そうそうそう、九州と、ね、今、うん、間もなく東京で法然と極楽浄土が始まって、はい、これが秋に京都に来て、はいはい、来年九州に行きますから、はい、1年以上かけて3都市を回るんですけど、はい、今回京都だけなので、うん、これ、関東の皆さんも京都に来なければ、ちょっと見ることができないということなんです。はい、でこれ雪舟、雪舟伝説ということなんですが、うん、あの雪舟の特別展ではないんですよ。ないんですよ。雪舟ももちろん出てきますけれども、うん、いかに雪舟が日本の絵画の歴史に大きな影響を与えて、うんうんうん、後世の長谷川から、うん、長谷川東博から狩野派から、うん、皆にどれだけ影響を与えた、伊藤若冲も含めて、はいはい、丸山応挙も、うん、そういうね、日本の絵画史の中で、うん、大きな足跡を残したこの雪舟を、はい、その後の絵師たちの作品も含めて雪舟がなぜ伝説となったのかを皆さんに見ていただこうというね、そういうちょっと面白い視点ですよ ね、うん、でも雪舟のももちろん出てきますから、あの国宝6点ね出てきますからね、ね、すごいんですよ、うん、はい、で他の狩野派、長谷川派、はい、江戸時代の絵師もたくさん出てきますので、うん、はい、で私にとっては何が一番楽しみかというと、はい、T シャツもうグッズ発表されていました、はい、T シャツコレクションしてますからね、雪舟の T シャツがなんと3柄、3柄も発表されてましたね、はい、もうどれを買うかですよおおよそ、はい、あれにしようというのがね、そうなんですか、はい、決まったんですけども、決まってるんですね、決まったんですけど、でもそれって購入されて、うん、はい、どこで知られるんですか、いろんなところで、はい、明日の公演には去年買いました T シャツが役立ちますよ、はい、はい、そうですか、はい、じゃあその雪舟伝説の T シャツを着て何か、はい、絵画関係の公演依頼があった時はそれを着ていきますから、うん、はい、でこの間東京で、うん、あの本阿弥光悦の買いましたから、はい、芸術家もいけますね、はい、いけますね、はい、でもしオンラインで雪舟など絵画を学びたいとなった時に、はいはい、にこれですね、はい、わかりました、あ、そういうことね何のことだろう、何を、私 T シャツ着てないけどなと思いながら T シャツを刺すから、いやいやいや、どこでその T シャツを着るの、
って、そういうこと、ね、ここだよっていう。そういうことですね。わかりました。ようやく。ね、何の打ち合わせもしてませんので、まあ、こういうね、ハプニングが起こるということですね。そうなんです。やっぱりね、皆さん、国立博物館の特別展見に行くためには、はいはい、こう、事前学習があると、より深く現地行った時に分かりますから、意外と解説がないとちょっと見逃してしまいそうなポイントがあるんですよ。それをね、これぜひ7月の、7月じゃない、4月の17日、はい、7月も終わってますからね。5月26日までですから。はい、4月の17日の水曜日に、私90分、あ、20、はい、いや、2時間か、これ。2時間でしたか？うん、確か2時間だと、はいはい、もうね、日本の絵画史全部やりますからね。あ、そうなんですね。フィッシュだけじゃだけではなくて、はいはい、うん、まあ、そもそも日本の絵というのはどっから入ったのか。お、まあ、一番最初だと高松塚古墳とか。はい、あ、そこから？ちょっと軽くね。その辺やってたら、もうそれで2時間終わってしまいそうですから、はいはいはい、法隆寺の金堂壁画なんか有名じゃないですか。おで、何よりも空海が密教美術、密教絵画伝えましたしね。はい、で、平安時代というと、うん、絵巻物、はい。まさに今の源氏物語絵巻などの物語絵巻から、合戦絵巻という平家物語とかね。はい、で、また神社お寺の縁起絵巻とか、絵巻が流行るんですよ。はいはい、で、その後に、いよいよ禅の思想が来るとともに水墨画が来て、はい、で、日本古来の大和絵と、そして水墨画が融合して、まあ、いわゆる狩野派のような絵が出てくるとかね、はい、この水墨画に雪舟が出てきますから。で、代表作で、特に今回のこの特別展で見られる、はい、あの作品、この作品も、はい、これ始まりが13日でしょ、はい、で、これ17日のオンラインでしょ、うん、はいはい、私このわずか4日間の間に行ってきますから、うん、T シャツ買いに、いや違いますよちゃんと作品を見に、で、皆さんに何をお伝えしたらいいのか、はいはいはい、もう、目録が出てるので、あらかじめ予想はつくんですけど、はい、まあ、どういう。実際にね、そうそう、見てもらって、若村の目で。どういう展示の仕方がされているかとかあるじゃないですか。うんうん、はい、流れとか。はい、その辺を、ちゃんと現地に行って見てきますから。はい、で、これ、オンラインでお届けしますので、はい、ぜひ、これ、資料が膨大でね、多分、A4 で、はい、10枚から15枚ぐらいになると思うんですけど、送りつけますので、はい、申し込んだ人はね、はい、もう PDF でダーン送りつけますので、はいはい、一回ちょっとこの日本の絵画史というね、うん、一見難しそうですけど、うん、でもある程度ね、流れがやっぱあるんですよ。そうです、ね、そうです、うんうん。これ誰ですか、一休さんですか、これ。これ違うの、これ雪舟です。千の利休。違う違う。このね、やっぱり帽子はね、このお帽子は雪舟じゃありません。そうですか。うん。雪舟って、中国の方に留学されていて、中国のお坊さんがこのお帽子かぶられるみたいでね。はい。はい、この帽子は雪舟さんの。はい、え、何ですか何してるのぜひね、こちらも皆さん、ね、ご自行ね、いただけたら、雪舟伝説特別展がね、より一層楽しめるんじゃないかと。ね、はい、行きたいと思いますね。はい。はい、お楽しみにお申し込み。あ、またリンク貼っておきますのでね。はい、はい、お申し込み。さ、こっちと。はい、こっちとこっちとこっちとさあ、今日のコメントを読ませてください、ね、はい、はい、どうでしょう、はい、お茶席を利用した方は鑑賞できるということで良いですか、うんうん、お庭ということで、ね、そうです、お茶席の方しか通らない場所なんですよ、うん、そうそうそう、で、お茶席の前の待合のところが八坂クラブの建物で、ね、はい、そのお庭が、はい、まあ、今回改修になったので、はい、ぜひお茶券付きでそのお庭ね、うん、ご覧いただきたいと思いますね、はいはい、さあ、うん、問題風に今ノートに書いてますと、すごい、この何をだろう、月刊ラクタビ通信で勉強されているということですよ、あらららららら、ありがとうございます、グッズは魅力的ですね、ということで今ね、T シャツと、もう一個ね、はい、アクリルスタンド。ね。ちょっと今、ハマりつつありますんで。そうそうそう。でね、去年、新蘭さんの展覧会行かれた時に、はい、新蘭さんのアクリルスタンドを購入されて。で、今回、東京で法然と極楽浄土、うん、法然さんのアクリルスタンドがあると思ってますから。はい、そう。で、そのアクリルスタンドが揃った時には、はい、師匠とお弟子さんが二大巨頭ですよ、日本の浄土教の京都で楽旅に勢ぞろいですよ、右大臣左大臣みたいな、もうね、いや、ぜひアクリルスタンドあってほしいですよ ね、 ね、もうちょっとそうなったら最強空海も欲しいですね、うん、
日蓮さんも道元さんも、もしあれですよ、ね、あの法然さんのアクリルスタンドね、はい、購入されたらもうお連れするときにはもう新幹線で帰ってこられると思うんですけれども、ねはい、私ね、来週、ね、再来週か、はい、東京国立博物館も行く予定しているので、はい、1週間に京都と東京で雪舟伝説と法然と極楽浄土全部見て、はいはい、T シャツが多分何枚か揃えてアクリルスタンドも何枚か揃えますから、はいはい、もうウハウハの1週間が始まります2週間後楽しみですね。また普通のライブ配信でもこう T シャツ着ますのでね、はいはい、T シャツコレクションをね、今ね1個ライブ配信で披露しなければならない T シャツがあるんですよ、うん、あ、そうなんですか。あるんですけど、うん、ちょっとね、うん、披露しようと思った瞬間に、はいはい、ちょっと大きな話題に包まれてしまった T シャツなんで、今ちょっと、え、どういうことだろう。2本目のホームラン打ったんで、あ、なんかいけるかなと思うんですけど、ちょっと披露しようと思った時に、ちょっと大事件があったので、ちょっとその T シャツは今、ちょっと、ね、はいはい、ちょっとこうちょっと、畳んだ状態なんですよ。そうなんですか。最新の、はい、うん、そういう T シャツをね、そうですか、ゲットしまして、まあでもね、はい、ぜひまたその機会を見て、はい、はい、ここぞという時に、はい、はい、出てきていただいたらいいかなと思います。雪舟伝説見たいです。うん、ね、巡回がないと言われたらちょっと行きたくなりますね。ぜひ京都へ。ね、ね、はい、はい、絶対 T シャツ買われると思います。ありがとうございます。絶対買います。幼い時絵本で雪舟が子供の頃の話読みました。あれですね、絵本があるそうですね。あれですよね、涙で、ネズミの絵を描いたお話じゃないかな。あ、そうですか。うん、まあ、お坊さんとしてね、うん、入られましたけど、はい、ね、お寺でね、あまり修行してなかったんで、うん、和尚さんから怒られてこう柱にこうね、はいはい、くくりつけられちゃったんですけど、涙流しながら足で描いたですね、ネズミの絵を描いたっていう、そのお話じゃないかな、多分、うん。アクリルスタンドとはどんなんでしょう。うん、おお、プラスチックで、うん、まあ、アクリルですけど、はい、プラスチックみたいなやつで、はい、ちょっとこう最初はね、はい、プレートになってるの、それを切り出す感じでね、はいはい、でこう立てれる。連れてきてあげます。連れてきましょうか。ちょっとね、最近ね、すごく流行り出した、ここ数年の間にね、流行り出したものなんですけれども、透明のこうプラスチックにこうお写真みたいな絵みたいなのがね、貼られている感じで、すごいね、流行してます。はい。さあ、こんなのです。じゃん。こんばんは。そういう登場？はい。こういうアクリル系のですね、はい、やつなんですよね。はい、ういう。アクスタって言ってね、略して呼ぶこともあるんですけれども。はい、最初はこれ全部離れてますから。うん、もう1枚のこうね、板、ね、はい、みたいな感じで。そこからこうくり抜いて、うん、切り出して。はい。こうなるということなので、はい、うん、はい、これ飾っておくんですけどね、結構博物館とかの展覧会とかでこう関連する、ね、はい、アクスタが、ね、出ていて人気ですよ、はい、うん、ここに法然様が来るんですよ。でこれ親鸞聖人が左向きですから、うん、はい、法然聖人が右向きかどうか結構大事ですよこれ。あ、でも同じ方向を向いてても目指す浄土は一緒みたいな、はい、向き合ってたら師匠弟子の、うわ、なかなかどっち向いててもいいかも。前向いてたり後ろ向いてたり上向いてたりして、いや、わかりませんよ、どんなアクリルスタンドか。はいはいはい、はい、うん、いや、まあ、アクリルスタンドがそもそもあるかどうかと、ね、まだね、東京のね、国立博物館のホームページ見ると、うん、まだグッズが出てない、カミングスーンで、カミングスーンでもう間もなくですよと、ね、いつ、うん、いつ発表ですかと思ってるんですけど、うん、そもそもあるかどうかもわからない、T シャツもあるかどうかもわからない、わからないんですけど、はい、カミングスーンのものでね、はい、勝手に盛り上がってるんですよ、ページはあるんですよ。でも、カミングスーンってもうすぐですよ、特別展自体が。始まるぜ。東京国立博物館何してるんですか。グッズを見せてください。作品よりも、作品よりもグッズを楽しみにしてる人がいるんです。はい。確実にT シャツ1枚売れますから。そうですね。お、やっぱアクリルスタンド魅力的ですね。はい、日本の瞑想シリーズ揃えてください。大きさが揃うかな。
いやでもそこはこうある程度こう共通のね、なんかね、国立博物館ならではの、そうやっぱりちょっとあの大きさはある程度の基準を持って、空海だけむっちゃでかいとかやめてほしいですよね。偉大ですけど、うん、あの皆さんお座りになってる時は、ね、これぐらいの ね、 そうですね、はい、サイズっていう風なね統一感があったら、うん、ぜひともめっちゃいいですね。アクスタですね、覚えました、はい、初めて知りました、はい、ぜひね、よかったよかった、アクスタ、これでこの間東京で、うん、平泉のそう特別展あったじゃないですか。中尊寺の、はいはい。で、あの時に中尊寺は仏さんがずらっと色々並ぶじゃないですか。あれのアクスタがあったんですよ。すごかったですよね。なんと、4800円だったかな。あの、アクスタの仏さんがいっぱいこう立ちますから、まさに荘厳なるお堂の中を再現したアクスタだったので。この、ここに中尊寺のね、あの、金色堂がもう集結みたいな感じでした、ね。でも、よっぽど買おうと思ったんですが、これはね、うん、京都じゃないと思って、やめました。さすがに、ちょっともう、キリがなくなりますから、はい、京都にまつわるもので、ね、ぜひね、ちょっとアクスタを集めていきましょうということでね。はい。推し的な感じですね。推しですよ、アクスタ今 ね、 いいですよね。お値段もいいですね、うん、ということでね、はい、はい、ぜひこれ雪舟伝説は巡回ないという特別になりますので、はい、この期間5月26日までということになります、はい、で前期後期での展示会等もやっぱりちょっとありますので、うん、皆さんホームページをまずご覧いただきましてですね、はい、いつ行くのか、ね、そのあたりもちょっと調べながら、前売り券もありますので、お得にね、巡っていただいてもいいかなと思います。はい、私個人的にはね、あの、雪舟の描いた国宝のね、うん、絵画の天の橋立図ってね、うん、実は実物見たことないんですよ、まだ。あの、京都検定のテキストには写真入りで載ってるんですけれども、うん、実物を見たことがないので、はい、もうまずは、私もないかな、はい、あの、天の橋立図を見たいなと。あれ、雪舟のって、なんか、過去揃いませんでした？どこでですか？何年前だったかな？ああ、雪舟のあの特別展ありましたよね。はい。あの時見ました。ああ、そうですか。私ね、見てないんですよ。はいはいはい。ですので、すごい楽しみです。はい、はい。じゃあ、今日は以上になります。あ、以上ですか？なんでですか？ダメ？大丈夫です。はい。はい。皆さんね、コメントもたくさん寄せていただきまして。寄せていただきました。はい。いや、すごい。でも、これまた1時間超えてますよ。ねえ、あ、何ですか？はい、国博、はい、ね、京都、うん、国立博物館、はい、でも森さんのミュージアムカーとにも行かなくては、はいはい、ああ、そうそうそう、ミュージアムカーと、そうそうそう、ね、あの私ね、本当にこれあの仕事とは全く別にボランティアなんですけれども、うんうんうん、あの月に1回京都国立博物館で、これ1回で決まってるんですか？次に1回で決まってるんです。2回とかは入れない。あのよっぽどね、うん、その担当になってる方がちょっとこうあの行けなくなりましたっていう場合は、うん、あの代理の募集があるんですけど、まあ、結構人がいらっしゃることですね。あのね、所属は多分200人ぐらいいらっしゃいます。あの1日に7人ぐらいいらっしゃって、その30日あ、まあでも休みがあるから25日分ぐらいかな、ね、いらっしゃるんで200人ぐらいはね、あの登録はあるんですよ。各自1回、はい、月1回決められた日に行くんですけども、ね、行きましたらね、あの平常展の時は、うん、あのミュージアムカートっていうね、あの例えばですかね、あの絵画の、はい、こう絵の具、うん、昔の絵の具ってどんな絵の具だったかという ね、ちょっとこうミニサンプルがあったりとか、はいはい、あの和紙の種類ってどんな種類があるかっていうサンプルがあったりとか、うん、あの仏像のね、あのお顔の部分解体、ね、これをねちょっと解体して、うん、あの玉眼って呼ばれる目の部分ですね、これがどんな風になってるのかとかいうのがねちょっと分かるようなサンプルがこう出るんですけども、まあ、それはちょっとこう触れたり、うん、間近に見たりして、そうそうそう、より文化財に親しみを持ってほしいことですね、うん、はい、楽しんでもらいたいということでね、はい、あのそういうボランティア活動がありまして、ね、今年からですね、はい、月1回あの京都国立博物館に出動しておりまして、はい、この雪舟伝説の時はね、うん、その時はあのワークショップが行われますので、うん、ちょっとそのワークショップもねちょっと勉強を、あら、はい、いいじゃないですか、しておりますので、ね、それもね、あの、ちょっと私の担当日の時にね、来ていただける方は、ぜひね、来ていただけたらいいんですけど、あの、基本的には毎日やっているんですよ、うん。他のボランティアさんも含めて。交代でね。はい、交代でやってますのでね、ぜひね、あの、うん、京都国立博物館行かれたら、ワークショップ、またはミュージアムカート、ね、ご利用いただいたら、すごくね、あの、文化財の魅力が
分かりやすく親しみ持てると思います。今日一番のトークですね。あ、そうですか。本阿弥光悦の先生が買われた T シャツが、うん、とっても素敵だったので買ってきたのですが、はい、S サイズがなくて M を買ったら大きかったですと。うん、あ、もうこれはね、うん、あれですよ、タペストリーで、はい、あの壁にT シャツを飾って、はいはいはい、まあその柄が入ってますからね。ね、しかも紀貫之の歌が入ってて、はい、ああ、あれですね。潰したいの若干、ね、36歳の若干でしたから、いいと思いますよ。まあちょっとなんかなんですか、肌寒い時だったら、長袖の上にね、ちょっとあの T シャツ羽織るような感じで、はい、これからの季節だったらそんな着方もいいかもしれないよ。ね、はい、かっこいいですよね、あの。ね、いいですよ、黒に、ね、うん、かっこいい。ね、銀色の、ね、はいはい、素晴らしい T シャツでしたんで。うん、はい。さあ、法然特別展、どんな T シャツが出てくるのか、私はもうそれが今月の一番の楽しみです。結構使える場所が多いと思うんですよ、法然さんは。ああ、そうです ね、はい、うん、ということで、はい、もう行く日も決まってますので、はいはい、19日だったかな、はい、金曜日、ね、はい、じゃあ T シャツとアクスタがあることを、はい、20日以降行ったら T シャツがないかもしれませんよ、皆さん。全部買い占めるかも。そんなことはないですね。はい、はい、ということで、はい、さあ、うん、今日も合言葉で締めくくりたいと思います、はい、きっともっと京都を好きになる、この好きになる届け、皆さんも大合唱いただきまして、手にはハートマークを作って、今日も京都からたくさんの元気をお届けします。皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います。それではいきます。きっときっともっと京都を好きになる、ということで、本日は月に一度のお笑い番組、月刊楽旅通信、今日ちょっと一服お届けしました。さあ、1ヶ月後はまた月初にできるでしょうか。ゴールデンウィークですね。ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク、あのゴールデンウィークの楽しみ方なんかも、うん、おお、ね、いいですね、はい、はい、どんなね、あの出かけされるか、ゴールデンウィークまでにできなかったらもう後の祭りみたいなトークになりますよ。はい、あ、あれですよ、もうその頃になったら、じゃあ、うん、愛嬌家さんが あのお江戸に行かれてるんで、お江戸のコメント、月2回帰ってくるんだよ。ゴールデンウィーク帰ってきてますよ、絶対。帰ってきてます、はい、絶対帰ってきて、絶対帰ってきてますよ、ね、本当だ。結局コメントは大阪で、大阪からいただけると思いますので、はい、そうかそうか、はい、ということで、はい、またぜひ1ヶ月後にお会いしたいと思います、はいはい、さあ、楽旅通信ライブ版の方は、はい、明日はですね、おちょっと、うん、どうだろう、その何かストレスフルな、ストレスと言ってないです、緊張感って言ってますね、緊張感があるんでね、うん、緊張感のある公演なのでね、はい、ちょっとその後にできるかどうか、はい、まあ、月曜日は、はい、オフィスワークなんで3時か7時にはできると思いますので、オフィスワークなんですか、こんな桜が咲いてる時期に。そうね、来週から私また京都を離れてしまう日が多くなるので、はいはい、ちょっとこの4月中旬はまたね、ライブ配信がない日も多いかと思いますから、はい、ちょっと森さんそろそろ一人で、何でしょ、別にしないです、なんかそんな適当に、適当に、はい、一回やってみたらどうですか。どんなの、とんでもない、いやいや、そんな全然違う番組でやったらいいじゃないですか、うん、はい、情報番組じゃない番組、森明子のお笑い番組ですみたいな、できたらすごいやりけん、ね、無理無理無理、そんなで森から気抜いて林みたいなね、どういうこと、笑えない、でも関係ないけど、私あの親戚いとこね、林さんなんですよ。ほんまにいらっしゃるんですね。ほんまにいらっしゃるんです、いとこ林さんなんです。はい、ということでね、はい、じゃあ皆さん国立博物館でお会いしましょうね。東京か京都 か、多分みんな来るでしょう。ね、どっかでお会いできたらと思いますね、はいはい。ということで、ぜひね、桜が今満開ですから、うん、皆さんまだこれからちょっと木屋町とか、祇園の夜桜行くの、まだ7時過ぎですからね、うん、はい、まだ行けますから、うん。そしてまた皆さん、いよいよ遅咲きが来週京都は満開迎えてきますので、まだ1週間以上は桜シーズンが続くと思いますので、はい、ぜひお楽しみをいただきたいと思います。それでは皆さん、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。それでは私はポッチー、それでは私はお皿に手を伸ばして、桜餅を、じゃいい香り。